い、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、腹筋をした時に首がね痛くなってしまう、あとは頭が痛くなってしまう。意外とやっぱり頭って重たいので、腹筋をあんまりしない人っていうのは起きる時にですね頭を振って、その時に首が疲れてね腹筋できないよっていう人がやっぱりいます。あとは足をね上げ下げする腹筋とかもですね、やっぱりあれは少し強度が高いんで、あんまり腹筋してない人にはやっぱりできない。だから普通のスタンダードなクランチをしようとしても首が疲れてできないって言った人はですね、今回はその首が痛くならないように、でーん、こういったねバランスディスク、もしくは枕でもいいです、クッションでもいいです。これを使ってですね腹筋をするとですね、首が疲れないように腹筋ができます。じゃあまずやってみます。はい、上半身を動かす時の腹筋で、こういった枕やバランスディスクを枕代わりに使います。頭のところに置いてですね、これで腹筋をします。で、通常はですねこれがない場合、ここからこの位置から頭をここまで下げると、首がこの幅で首が疲れます。なので例えば腹筋するときに手は頭の後ろで、こういう感じでしっかり顎を引いたままできれば、まあ、こうでもいいんですけど、顎を引いたままできれば首が疲れないんですが、やっぱり頭を持ち上げておく、顎を引いておくだけでもやっぱり慣れてない人はできませんので、こういった頭にバランスディスク、もしくは枕、クッションなどを置いて、ここからこういう感じで頭を、やっぱ重たいので1回ずつ下ろしてですね、1回ずつ頭を下まで下ろして起きる、下ろして起きるといった感じでやってみてください。で、できれば呼吸はですね、息を吐きながら起き上がる、戻ったら吸う、で、少し強度を上げたければ足を上げて、といった感じでやってみてください。はい、お疲れでした。今みたいにですね、枕代わりにバランスディスク、またはクッション、枕などをね頭のところに置いてもらって腹筋するだけで、効きはそこまで変わりませんし、頭が痛くなったり首が痛くなったりしませんので、ぜひ参考にしてみてください。そして説明欄に、タートルブログ健康オタク情報というねタートルのブログを載せてますんで、よかったらそっちのブログの方も遊びに行って参考にしてください。今日もご視聴ありがとうございました。コメントどしどしください。